25世紀、300人の人間が新天地を求めて太陽系を旅立っていった。だが途中ラムジェットが事故を起こし、地球から6000光年離れた地点でブラックホールに突入して別の宇宙へ飛び出していった。この時一人の子供が宇宙船の中で生まれた。新天地に最初の産声を上げた少年、その少年の名をヤマトタケルと呼んだ。戦慄の魔人アラノそう、俺が赤ん坊の時の子守唄だったから覚えちゃってな。なんなのこの安らかな気持ち、なんだか懐かしい。わしがさすって直してやろうか。あら。苦戦しているようだな。申し訳ございません。霧読みの討伐はもう少しのご猶予。すでにこの世にいない。魔空戦士の誇りを失い死んでいった霧読みはもう我々の仲間ではない。アモン、ヤマトタケルというもの、夢油断するではないぞ。はっ、奴らはオーナムの七つの星の魂が集まる場所を目指している。その場所に選ばれし者が立つと、オーナムの七つの星がよみがえるのだ。あ、奴らは再びヤマタノオロチを封印しようと。そうだ、その前に何としてもサノオの持つオロチ玉を奪い返すのだ。幸い奴らはまだサノオの中にオロチ玉が隠されていることを知らぬ。オトタチバナもまだ任務を果たさぬところを見ると、オロチ玉を見つけてはおらぬだろう。やはり音立花に特別な任務をお与えでしたか。サノーの中のオロチ玉はある力に守られてその場所を隠している。ある力。ヤマトタケルだ。あの者の何かがサノーに影響を及ぼし、オロチ玉のある場所を隠している。ヤマトタケルを殺さねばオロチ玉は見つからぬ。まあよい、あと一月経って音立ち花が任務を果たさぬ時は構わぬ。音立ち花を殺すのだ。わかりました。希望を待っている。ヤマトタケルを殺さなければ妹の命が。王か。
もう大丈夫。よかった。ほら。ロカ、これを煎じて飲ませてやれ。飲ませたら出発するぞ。まったく世話の焼けるやつだな。何あの態度。あれでも音のこと心配してるみたい。そうかしら。僕はタケルとずっと一緒だからよくわかるんだ。オトちゃん元気になったか。ええ、マホロバ様、サノンは本当に目的地に向かっているんですか。そりゃこいつに聞いとくれ。ま、少しずつ星の魂の集まる聖なる地に近づいているのは確かじゃと思うがの。ん？私はやったのか。はい、さっき食べたばかりです。なんだ。こんなもんで怖がるか。剣もないんじゃ手の出しようもないね。そんなことあるか。あんなやつ素手でやっつけてやる。この野郎、来るならさっさとかかってこい。聞こえないのか。かかってこいってんだよ。あんたが行けばいいでしょ。分かってるよ。ねえタケル、無茶だよ。
をこのまま引き下がれるかってんだ。チキショウ。やいやいやい、誰だお前は。この野郎、俺を無視しやがって。はあ、何の真似だ。俺を脅かしてるつもりかい。そういうのを子供でもしんってんだ。バーガおい、サノン、俺だ、タケルだよ、こっちに来い。くそ、やっぱり来ねえや。こうなったら、あのウドの大木やろうと、やるっきゃねえな。あいつの最後も意外とあっけなかったの。縁起でもないこと言わないでくださいよ。あれ、なんで脅かしやがって。この野郎、人をバカにして。しかし、敵を前にしてこんなにゆっくり飯を食えるというのも、なんだかおかしなもんじゃの。あの大男は、ここで一体何をしようとしてるんでしょうか。もちろん、タケルを殺してスタノを奪うことじゃ。でも変だな。さっきだってタケルを殺そうと思えば、簡単に殺せたと思うんですけど。何？あれは俺がうまく避けたから助かったんじゃねえか。お前だったらどうの昔に、ね、わかった、わかったから、もう少し落ち着いて食べてよ。おと、どうしたの？全然食べてないね。食べたくないの。まだ気分が悪いの？ちょっとね。あ、そうだ、うまいと思いついたぞ。見てろ、あいつギャフンと言わせてやるからな。なんで僕がおとりの役なの？おい、ロガン、何ぼんやり突っ立ってんだ、早く行け。大きな声出さないで、あいつ起きちゃうよ。起きたっていいさ、そのためにお前がいるんじゃないか。早く行けってば。行くよ、行くから静かにしててよ。まさかこんな時間に、しかも替え玉作戦で来るなんて、あの野郎夢にも思わないだろうな。ロカが引きつけてる間にサノンに乗り込めばもうこっちのもんだ。こいつ。失敗したみたいじゃな、大川、一体何をしに来たの？
帰ったか。今回は結構思った方じゃの。ルカ、メジ。くそ、あいつ一体何が目的なんだ。近づくと攻撃してきて、こっちが動かなければ何にもしない。まして、いつまでもスサノオのそばにいるつもりなのかな。このままじゃ食料がなくなっちゃうよ。分かってるよ。私が行くわ。今度は私が行くわよ。タケルはあの男の注意を引きつけておいて、その間に私がスサノオの中から玉笛を取ってくるわ。危険だよ、そんなの。いつまでもこんなことしてられないじゃない。女の助けなんか借りない。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。どんな場合だって女の手は借りない。何カッコつけてるのよ。一人じゃ何にもできないくせに。うるさい。これは男の仕事だ。女は黙ってろって。女女って、あんたまだ12の子供じゃないの。子供だって俺は男だ。男は女の子を守るんだ。家族を守るんだ。家族。そう父さんが言ってた。だから俺もそうするんだ。さあやるぞ。あれではまるで猫に捕まったネズミじゃ。動かないで、オオカ。おと、いつの間に。さっきわしらに気づかれんように出て行ったぞ。どうして止めなかったんです。虫の姿が妙に色っぽくての。まあ、ホロバ様。どういうことなの。タケルを殺すわけでもなく、サノを奪い去るわけでもない。何が目的なの、オオカ。三日月からだ。兄さんから。ナイフはそのままにしておけ。あいつらに怪しまれずに済む。オト。兄さん。お前に至急知らせねばならんことがある。サノの中のオロチ玉は今のままでは見つけることはできない。オロチ玉はヤマトタケルの力に守られて、その在りかを隠している。オト、ヤマトタケルを殺せ。え？そうすればオロチ玉のある場所がわかる。いや、ヤマトタケルを殺すのだ。早急に任務を果たすのだ。一刻の猶予もないぞ。我が妹よ、お前の無事と任務の成功を祈っている。これを私に渡すために来てくれたの？ありがとう。手洗いが我慢しろ。オト！オト、大丈夫か？あの野郎、許さねえぞ！今度は負けねえからな！オトちゃんに一目惚れしたのかもしれない。まさか、あんな男女なんか好きになるかよ。オトに聞こえるよ。私は兄に代わってサノオと八つ目のオロチ玉を奪うためにやってきたのだ。サノオの玉はタケルを殺さねば現れない。私はお前を殺す。
懐かしい夕暮れは切ない香り窓越しに揺れている優しい光帰っておいで迷わぬように一人きりで泣かないで帰り道さえ忘れかけた遠いふるさとへ